どうも、ミクマのネットの鉄です。今回は去年2018年12月8日に開催した奥三河の花祭り熊野公園の8番目の演目湯林の動画を公開します。前の後、藁を束ねて作った湯田草を釜の湯につけて、ところ構わず振りまいて人々や場を清めます。この湯を浴びると一年無病息災で過ごせると言われます。湯林で花祭りはクライマックスを迎えます。皆さん逃げないでください、逃げないでください。最後までご視聴いただきありがとうございました。15分ほど行った舞を3分ほどにまとめました。フルバージョンのものもまた改めて公開したいと思います。